リビングライフをご覧の皆様、こんにちは。美濃恵み聖書教会の山下渉です。今日は2014年2月8日、土曜日であります。今日の聖書箇所は第一サムエル記4章1節から11節です。4章の1節から11節を開いて一緒に見ていきましょう。テーマはまず神との関係を点検しなさい、というテーマです。では初めに御言葉に耳を傾けてまいりましょう。サムエル記第一、4章1節から11節。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子、ホフニとピネハスも、神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知ったとき、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ、困ったことだ。今までこんなことはなかった。ああ、困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。さもないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだ。私たちの人生というのはなかなか思い通りにはいかないものです。むしろどうしてこんなことが起こるのか、神は何をしておられるんだろうかと、こう思わされることが多いのではないでしょうか。それはもちろんクリスチャンになったとしても同じであります。ただどうして、私たちにはどうしてと思うことでも、大事なことは神様にはご計画があって、またそこで私たちが知るべき、学ぶべきことがあるということを
私たちが覚えることだと思うんですね。今日の3節、少し前の3章においてサムエルが登場してきたことというのは、この全イスラエルにとってこの一つの変化を生んでいったようであります。それは主の言葉が語られるようになって、そして彼らが主の臨在を覚えるようになっていったことでありました。でもそのことが必ずしも良い影響をもたらしたとは記されていないんですね。この頃イスラエルはちょうどこのペリシテ人との戦いの中にありました。戦いはペリシテ人の優勢で、そしてイスラエル人は約4000人を打ち負かされて、敗戦ムードが漂っているという状況であったわけです。長老たちは直ちに作戦会議を開いて、そしてこう話し合っていきます。3節、なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おうというんですね。なぜ主は私たちを撃ったんだろうかという、主がどうして私たちをこう放っておかれたのかと彼らはこう思っていくわけですね。そこで彼らが思いついたのは、よしじゃあまず祈ろうとかですね、あるいは謙遜さを学ぼうとかではなく、とにかく手っ取り早く勝てる方法は何かということでありました。それはシロから神の箱、これは契約の箱ですけれども、それを持ってくるということだったんですね。契約の箱というのは当時のこのイスラエル人にとっては主の臨在を表すもの、また主の祝福、主の保護を示すものでありました。それを身近に感じることができる、それが契約の箱であったわけなんですね。彼らはこの箱さえあれば自分たちは負けるはずがないんだ、そのように確信をしていったわけであります。年老いたエリもそうした人々の要請にただ傍観するしかなかったのでしょう。二人の息子ホフニとピネハスもこの契約の箱と一緒にその戦場の地へと赴いていきます。五節にこうあります。主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいたというんですね。民は大歓声を上げて契約の箱がついたことを喜び、そしてこれでもう誰もが勝利は確実だとこう思ったようであります。でもそれは神様が共におられるということから来る信仰の喜びではなかったようであります。むしろその箱自体がそこにあるということに彼らは平安を見出していったわけであります。ペリシテ人もこの大歓声を聞き、契約の箱がこのイスラエルの陣営についたということを知って、恐れを抱いていきます。なぜなら神はかつて、このイスラエルを救うためには様々な災いを通してエジプトを撃ったということを知っていたからであります。そして彼らはまさに死に物狂いで、このイスラエルと戦っていき、そしてついに勝利を得て、さらにこの契約の箱なども奪って、またこのエリの息子、二人の息子も殺していくという大勝利を、いわば手に入れることができたんですね。こうしてこの契約の箱、神の箱をめぐってイスラエルは自らに大混乱を招いていくわけであります。彼らは神の臨在を意識したのではなくて、契約の箱自体をあがめ、それを自分たちの頼りにしていたわけであります。逆にむしろこのペリシテ人たちの方が、あのエジプトを撃ったイスラエルの神々というものを恐れている思いがあったわけです。男らしく振る舞って戦うようにと人々を鼓舞して、その結果ペリシテ人は大いなる勝利を得ていったわけであります。10節を見ると、その時非常に激しい疫病が起こり、
イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱はそこで奪われていったというんですね。なんとも惨めな敗北をイスラエルは喫していきます。彼らはまた、なぜ主は私たちを撃たれたんだろうかという疑問が湧いてきたことでしょう。でも彼らはそこで神との関係を再点検するという必要があったわけであります。私たちもともすると目に見えるものに信頼を置き、逆に目に見えないものを軽んじてしまっているということがあるかもしれません。ヘブル書の11章1節にこうありますね。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。信仰とは単なる希望的観測ではなくて、目に見えないものを現実に今確信していくということであります。神は必ず道なきところに道を開いてくださるお方です。私たちもたとえどんな状況に、また逆境の中に置かれても、人間的な価値観に走るのではなく、いつも聖書の基準を思い出して物事を判断していこうでありませんか。私たちもまず日ごとに神とのこの関係を点検しながら共に歩んでいきたいと思います。まず神との関係を点検しなさいというテーマで、今日は御言葉を味わっていきました。サムエルが登場したことによって、このイスラエルに新たな変化が生まれていきました。神様を身近に感じていくという、神の言葉が主の臨在を表すということを彼らは味わっていきましたけれども、しかしそのことが必ずしも良い影響とはならなかった。ペリシテ人との戦いにおいて主の臨在を覚えることよりもですね、その契約の箱がそばにあることに安住を見出していった。その箱自体にもこう偶像のように崇めていってしまったというところを今日は見ました。私たちもどうしてもやっぱり目に見えるものに心を向けていく、目に見えるものに信頼を置いていくということはありますけれども、でも信仰とは何かということをもう一度思い返すときにですね、目に見えるものではなく目に見えないものを確信していく、それが信仰なんだということをもう一度覚えたいと思うんですね。神様は目に見える方ではありません。またそのなさる御業も私たちの目に見えるあり方とはまた違うわけであります。でも神様は私たちと共におられる。これが私たちにおける何よりもの安心であり平安であります。そういうことを思いながら一言お祈りを共にして終わりましょう。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美をいたします。今日は神様との関係をもう一度点検するということを心に覚えさせていただきました。あなたは目に見えるお方ではありませんから、目に見えないものを確信しなさいというこの信仰をもう一度私たちは心新たに覚えていきたいと思います。そして、本当にその中にあっても神様が共にいてくださることをしっかりと忘れないで、そこに平安を見出していくことができるように助けてください。今日の御言葉を心から感謝をいたします。すべてを御手に委ねて、このお祈りを私たちの主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。